戦う枠を、決めていただきまして、見事勝利を収めたこいつだ、ウォール・スミス。さあ、ひよこが出てきたぞ。さあ、アヒルじゃないのか。エンジンかかってますからね。お、ひよこを投げた。さあ、みんなキャッチはしなかったが、ひよこを投げました。というわけで戦っていただくビート DJ ケンゴ、お願いします。あれちゃんと配慮していただいてYouTube 用に配慮を欠かさない男でございます。乳首にバーレスクのダンサーがつけるやつついてるバーレスクのダンサーのやつ2500円したんで絶対負けないです。嫌なハーレムでございます。それでは行きましょう。先行後攻、じゃんけんをお願いします。後攻でというわけでいきましょう。8小節3本勝負、先攻ウォル・スミス、後攻シンペター、レディーファイト。かまさなきゃ死ぬ延長万博、でもお前死ぬ時がもうここに来てる、俺分かってる、抜いた瞬間からエンジンがかかってる、いや分かってる分かってる、こいつに勝てないと思ってる、全部をひっくり返す延長でそういうことだろ。ここは延長万博、抜いた瞬間みんなのテンション下がってる、そんなに良くない、硬い、お前に硬い、与えてあげたい、耐え難い、何伝えたい、一切伝わってこないで、あい硬いあげてあげたい、その前に一つ暴露したい、チンコにボール入れてんだろ、ここは暴露延長でいかがでしょう、ほう、そういうこと、顔薄いマリオみたいな顔してるやん、ワンナップキノコにしてんじゃねえぞ、殺してやんよ。俺はマリオ、しかもスター取った、お前は自分の普段の姿に蓋をした、その前はツッピンさらせんのか、このクソブツよ、ブッピンなんて関係ねえ、ブッピンなってるでアヒルが、所詮お前はひよっこ、俺にした方がいい、命乞い、チンコ隠してレギュラー隠してって俺の方が裸一貫じゃねえ、つくとこ間違えてる、目の前巨大すぎてもうバグってんだろ、分かってる、この場丸く収めるつもりはないからな、ポイと言ったらあっちに行っちまうだろ、脇が甘えんだよ、お前は脇がくせんだよ、何隠してんだよ、ビーチクパーチクうるせえ、デコピンでビーチク弾くぜ、お前の口癖もう一回しよう、シェイクハンド、中指立てても所詮可愛い。終了。素晴らしい戦いでした。それでは聞いていきましょう。先攻ウォル・スミス、後攻シンペーター、勝者シンペーター。ウォル・スミスにも大きな拍手。さあ、スミスさん、一言どうですか。お待たせしました、ラップ界のアンドレ・ザ・ジャイアントです。待ってないです、アンドレ・ザ・ジャイアントじゃないよね。また滑ったじゃんかよ。お前のパスが絶対悪いんだ。いや、よかったら俺も音源とか、あの YouTube とか出てるんでチェックしてもらえればと思います。ありがとうございました、ベイビー。ありがとうございました、大きな拍手。ワラスミス君、音源かっこいいね、皆さんチェックしてください。というわけで、すごいですね、圧勝ですね。さあ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 